1971年の5月30日に結成された高校、我々の母校の新しい姿をぜひ皆さんに一日でも早く見ていただきたい。大学の裏側には国道に通じる道があり、その途中の年寄りしか住んでいない集落がある。大学のね、学生食堂あるんですよ。あれの裏側にね、非常によく熟した美味しそうなトマトがあったもんですから、ちぎりかけたら目と目が合ったんですよ。美味しいじゃろう、美味しいですね。それはこれのおかげや。チョコレートの匂いがするやろ。今まではこの関西の中で思っていた皆さんの意識を世界の市場の中でどうやって戦っていくのか、その中で大阪の優位性をどう確立するか、学生の皆さんに街づくりをぜひとも担っていただく、そういった意味でも地域創造学部ということで、この手付けの学部がございますので、そういった皆さんと連携を取ってまいりたい。観光協会をですね、産官学民が一体となって街全体で盛り上げていくことが必要であろうなと。次なる茨城、次なる大手門、このテーマはまさに私どもが人材育成という観点からこの茨城、そして大阪のですね、こう復活にですね、存分な力を発揮したいという思いをですね、今日はお伝えしたいと思いました。